はい、パッとレトロゲームチャンネルです。今日はですね、形成のね、試験モードやっていきたいと思います。で、やり直してます。まさか制限25があるとは思わなかったよ。全然見てなかったな。出発進行。はい、出発進行。はい、制限55があって。定間55。制限55って言わないんだって。まず55キロまでスピードを上げて、こんな感じで。で、だんだん下り坂になっていくんで、で、前方の注意。どこが45信号なのかわかんないけど。成田空港って降りたことないんでね、駅すら行ったことないんでね、初めて見るんですけど。え、制限25なんてあった？どの辺で制限25があるのかわかんないけど。ああ、あるね。制限25ってあるわ。左下に出したね。まあこんな感じか。ってことは制限15があんのか。こういう形的なんだ。まあこんな感じで。17。ちょっと遅すぎちゃった。まあ、これで B1 かければ大丈夫だよね。空港定時。非常ブレーキ。25って左下に書いてんのか。それはわかんねえよな。おお、690点。はい、まあここで終わりか。はい、じゃあまあ次2ゲーム目やっていきたいと思います。一旦ここで切ります。